Trail of the Order. Granted. Heal him somewhere out of the way to avoid questions. かように綴れりバーデンフェル我が楽園静筆なる美しき地を古からの謎今悪しき存在が我が領域でうごめいているその姿を名家の影とアッシュランドに潜め全てを破壊せんと脅威の翼を広げる
ちは耐えねばならない。ようこそモロウィンドへ。皆さんこんばんは、ちひろでございます。こんばんじゃねえや、こんにちはと今日からね、モロウィンド、拡張パックの方、生放送でやっていこうと思っております。ルツウェアの方もね、まあ一段落つきまして、サマセットね、続きからやっていこうかなと思ったんですけれども、話のてか時間軸的にはモロウィンドの方が先なんで、サマーセットっていうのはね、なんだろうな、まあね、前回に終わったと思うんですけども、タムリエル・アンリミテッドっていう、区分、うん、だからあれモラグバルからね、自分の魂を、返してもらうとこまで、うん、が、タムリエル・アンリミテッドだと、うん、でその続きがサマーセットなわけですよ、実は。でモロウィンドっていうのはこのタムリエル・アンリミテッドと同じ時間軸で進行しているわけ、うん、なんで、サマセットを先にやってしまうとちょっとね、話がまあ紛らわしいっていうのもありますし、うん、ちょっとねモロウィンドで出てくる、ね、キャラクターがサマセットで出てくるみたいなこともちょっとあるんで、うん、まあ、先にねこっちをやっておくべきだろうなと思ったんで、先にこっちを、うん、クリア目指して、まあ、ストーリーのクリアを基本的には目指していこうというところですね。うん、というわけなんで、ちょっと UI 出しますか。このモロウィンドウをね、やっていくにあたって新しいキャラをまあ作ったのはだいぶ前なんですけど、ちょっとまあね、ちょいちょい、このキャラクターで遊びながら成長させて、まあある程度戦えるようになったんで、うん、まあ、モロウィンドウをやらせようかなと、うん、思っておるわけでございます。このキャラクターはね、まあ見た通り、ダークエルフ、ダンマーですね、いわゆる、うん、で、スキルの方見てもらったら分かると思いますけども、ソーサラーです、うん、まあ、ダンマーっていうのはなんつうのかな、格闘、まあ物理攻撃もね、マジカの魔法攻撃もどちらにも長けている種族でして、まあこのなんだろうな、火山地帯で生活する厳しい環境下が、うん、まあ、彼らたちをそういう風に、進化させたと、うん、いうところらしいんですけれど、うん、なのでね、まあソーサラーっていうのは、ソーサラーっていう、まあクラスっていうのは、まあ、ね、名前の通りもちろん魔法攻撃に長けた、うん、まあクラスなんですけども、これスタミナ系のビルドを作っていくこともまあできると、まあどのクラスでもできるんだけどね、間近にするかスタミナにするかっていうのは、うん、まあでもね、魔法攻撃っぽいものがね随所にまああると、うん、いうこともあって、まあダンマーのね、設定にちょっと合ってるかなと思ったんで、ソーサラー、スタミナソーサラーを今回作ってみました。スタミナソーサラーのキャラクターがね、私実はあんまりいなくて、結構メジャーなんですけどね、スタミナソーサラーって、うん、やりやすいんですよ、とにかく、うん、まあだもんで、うん、ちょっとね初のスタミナソーサラーキャラと、うん、いうところですかね。実はまあ前にも一回作ったことあるんですけど、まあキャラクターがちょっと弱いなと、まあ、納得いかず消してしまってたりもするんで、うん、ちょっと説明だけしましょうか。メインはね、二刀流、探検の二刀流、うん、で裏手はね弓を使うと、うん、で、連続打撃ね、これはあれですね、二刀流のセットだね、うん、で旋風斬りで、クリティカルサージっていうのがこのスタミナソーサラーでの、まあ、肝というか核というか、うん、大きな力を求めてメリディアに祈りを捧げることで残忍強を獲得し、武器ダメージを 23% 33秒の間上昇させると。これありがたいね、これ 23% になってるのは、これなんかね、確かね
この嵐の召喚の何かパッシブアビリティだったと思うな。これかな、これだね。スロットに装備しているソーサラーのアビリティ一つにつき武器ダメージと呪文ダメージが 1% 上昇すると 3%、 この 3% が多分これにクリティカルサージに乗っかってるよと、うん、いうことでしょうね。で 23% を33秒、ね、で発動中クリティカルで与えたダメージの2910分の体力が回復すると、分って言ってるけど2910回復するってことだね。これね、この子が1秒ごとに発動すると。だまあクリティカル出し続けてれば1秒ごとに2910回復していくんだと、うん、まあオートでねリジェネレーションかかってますよと、うん、クリティカルさえ出していけばね戦闘中に、うん、なのでクリティカルの発動率を上げるセッティングっていうのがまあ必要になってきますよね、うん、どうだったかな。でも装備的には今30の装備なんだ。まあでもね、予防の探検と、イカれるフンディングセット、うん、これシャックブレーカーじゃなくてなんか別のクリティカル乗っかるやつにしとけばよかったかもしれないね、うん、まあご覧の通り武器クリティカル、ね、2セット揃えると武器クリティカル3セットでダメージで4セット揃えたらまた武器クリティカルが、ね、上乗せされますと。でクリティカルダメージを与えた時に破砕強を与え敵の物理耐性を5286秒の間減少させると、うん、これは何秒ごとにっていうのもないからクリティカルを与えた時にもうねそこから6秒またカウントされると、うん、だからクリティカルがね順調に出てれば、まあ、5280大体は、ね、物理耐性減らしてる状態になりますよと、うん、これ優秀ですね。予防の中止セットで、まあね、おなじみのイカれるフンディング。うん、あ、こっちか。そうです。武器クリティカルね、サイダースターミナ、武器クリティカル、武器ダメージね。これもクリティカルが結構上がりますね。うん、と、まあ、美味しいセットですよ、こちらも。で、これをまあ、つけて。今、で、レベル39で30の装備だから、40になったら更新しなきゃならないんだけどね。まあ、あ、そうだ、コスチューム。漁師の作業着手に入りました。このね、クラウンストアのデイリーチャレンジ、デイリー報酬とか、毎日ログインして、このね、ところを開けるとね、まあ、日にちによって報酬がどんどん上がってくる。ここだったんだよね、今日ね、漁師のセット。これは、コスチュームだね。うん。ちょっと、着てみます。これ完全に漁師なんですよ。いい中途半端な漁師じゃなくてもうがっちり漁師なんですよ。どこだ、この辺りじゃない、あった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 、漁師の作業着アクティブにしよう。見てください、ちょっと明るいとこ行きたいな。さあこれすごいな。あーなるほど、あれだ、水作業しやすいようにね、膝から下も何もつけてねえと、素足だと。でですね、魚入ってるし。魚入ってるね。魚のカゴも持ってますと。この肩のミノみたいのなんだろう、釣りの餌とかが腰についてんだね、きっとね。すごいしっかりした作りしたね、完全に漁師。これでやっぱりあれだね、釣りやりたいね、これ着て。すごいしっかりしてるな。よし、じゃあ、ね、まあ、いきなりね、バーデンフェル、うん、に行ってもあれなんで、うん、ちょっとね、導入クエストみたいのがあるんですよ。まあ、モロウィンドウね、発売される1ヶ月ぐらい前ぐらいに出た感じのクエストなんですよ。もうこれを受けとけばね、モロウィンドウの話ちょっと分かってきますよとね、こんな感じなのかと、うん、まあいうクエストがあるんで、それをね、まあ受けてからね、いよいよビベク様に会いに行くと、うん、いう形にしましょう。じゃああれしよう、ギオン、だいぶ待たせたね、君を。行きましょうか。いや、黄昏の女王、
アズラ様に仕える筆頭預言者のレアオパカリウスから緊急の伝言を預かっている。アズラの預言者は何を望んでいるんだ？直接レア様と話した方がいい、うん、ここでは監視の目が多すぎるからな。彼女はウェイレストにあるクラウディードレッグの宿で待っている。なるほど、分かった。ウェイレストでレアと会おう。なるほどね、ここね、ね、ストームヘブン、ストームヘブンのね、ここかな。ここ確かね、アズラのね、聖堂なんだよね、うん、で、彼と同じね、包囲をね、まとってる司祭たちがね、いっぱいいるわけよ、ここに。で、そのつながりで多分ウェイレスワンだろうね、きっと。アズラ様の声を一番よく聞くんだったらそこだと。どれだけ長いことあなたを探してたかわかる？ごめんね、いつも。あ、やってるやってる。これが暗殺者ですよ、皆さん。名前を覚えておいてください先にやられちゃったのかな、このノルドの人は俺の妹だったのに。行きましょうか。あ、ちょっと向こうから行って、うん、やっぱね、ダンマーといえばグアルに乗せたいということがあって、グアルに乗っています可愛くてね、グアルが。綺麗なグアルなんです。ちょっと餌をやってから行きたい。ダボンズウォッチ、ごめんなさい、うん、毎回聞くからそれ、うん、ビベ君にも言ったことはない、あんだよね、確かね、うん、聞いた聞いた。武器の扱いには気をつけるので。これがグアル。これ騎乗動物用として。ねえ、そこのあなた、どうした？有意義な仕事をしたいとは思わない？コンコルディアちゃん、コンコルディアちゃんの話聞くと、あれです、マークマイヤーの、ブラックマーシュのマークマイヤーのね、導入クエストが始まります、これね。ちょっと今回はモロウィンドなんで申し訳ない。ウェイレスト、ウェイレストが空いていない。つまりどういうことかって言ったら、ダガーホールに行かなければいけない。ダガーホールは空いてるじゃんね。ハイロクの再生の地域であるグリナンブラには、ダガーホールやカムロンといった都市国家やキャスベドロードの大霊に加え、ハグ沼やグレーナンブラ湿原、デーニアの森といった自然がある。ハイロックっていう地域なんです、ここは。なんだろうな、これね、このね、どこまでがハイロックという呼ばれるべきだ、この半島だよね、基本的には。うん、グレナンブラ、ね、リベンスパイア、ストームヘブンね、ロスガーも多分含まれてると思う。で、バンコライ、バンコライのこの、この辺りだな、うん、この辺りまでがハイロっていう、ブレトンのね、領域というか領地で、ここのね、アリクル砂漠で、バンコライの南側、うん、と、あとこっちのね、ヒューズベインとか、あとこっちに、なんだっけな、あるんですけど、名前忘れちゃった、あとストロスウェムカム含む、うん、この辺りが、ハンマーフェルというね、レッドガードの領域と領地。まあ、シロディールはもう皆さんご存知の通りですね、帝国の支配地域です。この辺りまでかな、シロディールってここだけみたいな感じになってるけど、そんなことない。この辺りまで、あとこの辺りまであります、確か。そうだね、確かね、ブラックマーシュの、うん、西側も確かシロディール領域だったはずです。で、ね、ね、今最も暑い、ね、エルスウェアの、アネクイナ地方とペルタイン地方、この2つがエルスウェアと
呼ばれるカジートの、ね、あケナーシもそうだねというところで、こちらのねリーパーズマーチ、あそうかこっちこの辺りもあれだ、ヘルスウェアだ、うん、リーパーズマーチの、西側かな、西側が、ウッドエルフ、ね、ボズマーで、東側が多分あのカジットたちの地域だと、ね、マラバルトール、グリーンシェイド、グラウッドが、なんだっけな、バレンウッドだっけだったと思います、うん、がこれがウッドエルフのね領域だとね、まあご存知の通りね、ウォーリトンとサマセッタも説明いらないでしょう、ね、ハイエルフの、うん、領域でございます、アルトマーのね。でこちらのね、イーストマーチリフト、そしてこの辺りがね、ファルクリースか、ファルクリース、ホワイトラン、ホワイトランこの辺りかな、そうだね、でこの辺りマルカルスだって、マルカルスはリーチのために襲われているっていうのはこのねロス川のロス川とかあのバンコライのところとかの、ね、北側にリーチの民いっぱいいるんですけど、この辺り、うん、まあそういうつながりがあるんでしょうね、うん、でなんだっけここに、あれだあのソリチュード、うん、ドーンスターでなんだこの辺りが、あなんか忘れてたな、ここにあの名前忘れちゃったけどあの魔女みたいな首長が治めてるとこ、名前忘れちゃったな、ね、でここに、多分この辺りなんだろうね、なんだっけここ、でもここがウィンドヘルムだから、あ戻っちゃった、多分ね、このね、いずれ地続きになるんだろうけど、ここがウィンターホールドなんだろうね、きっとね。で、ソロステームこの辺りにあって、ってことだろうな、きっと。うん。と思うんだよね。まあ、で、今からやるね、モロウィンド、この辺り。実はこっちまでありますよね。ここら辺がモロウィンド、ね、あのシャドウフェンのシャドウフェンもブラックマーシュです。この辺りがモロウィンドだと。でね、この辺り、ね、ブラックマーシュがあのアルゴニアンたちが治めるところだと。うん、であれですね、まあいいか、この説明はいいか。まあダンマーはね、長い間このアルゴニアンたちを奴隷にしていたっていうね、経緯がありますんで、そのうち攻め込まれます、モロウィンドにアルゴニアンたちが。で確かどの辺りかまで確かね、一回アルゴニアンが占領しちゃうんだね、モンホールドぐらいまで行ったかな確か、うん、まあ行きましょうか、そんな時代の説明は。まあ多分ね、調べればいくらでも出てくると思うんで、面白いエピソードが、うん、興味のある方はそちらをご覧ください。というわけで、じゃあダガーフォール来てますんで、ここから船に乗って、船なのかどうか分かんないけど、どれだけ長いことあなたを探してたか分かる、ここで、あそうか、ダボンゾッチから来たんだね、きっと長いね、長旅はるばる、それは申し訳ないとしか言いようがないな。行きますか、じゃあ。夜の出発になってしまったね。明るいうちにやりたかったけど。まあでも、どうした、怒らないで。ここにいたかな、確か、あ、いたいた、あそこにナビゲーターたちいます。この人だね、
旅がしたいならまだ空きはあるわよ。ダガーフォルカバナントの中を旅したい。ん？ストームヘブン。これでウェイレストに着くはずです。戦力的なイリア・クワンの先端に位置するストームヘブンは入るくだい。こんなんです。私の動画はこんなんですよ。甲板長、いつか波しぶきの数以上の船が行き来する気がする。なるほど。アリクレ砂漠に行くんだったら彼に話しかけたらいい。仕事が人格を作るらしいぞ。さて、宿屋に行くんだね。レアと話す。お尻をね、ペチンって叩くのが合図なのが可愛らしくてね、グアルが。うん、止まれちゃったな。普通に今のところ通っていけばこの橋にもうちょっと早く着いた。はいか。で、宿屋ですから、あそこだな。ギルドがあなたを必要としているわ。ありがとう。でも今はできない。ベラちゃんね。だいぶやったけど。歩きてよ。少し金を稼ぎたくないか。いや、今間に合ってる。ごめんな。絶対レアちゃんはどこにいるの。この大帝さんが一番俺好き。さてさて、あの部屋の中っぽいな。これだ、客室。いましたよ。レアオパカリウス。あ、なんか皆に対して情け深いファハラジャード。なんでこんな本がここに。まあいいか。ああ、時間ぴったりですね。もちろん冗談です。正直に言うと、いらしていただけないのではと思っていました。感知と予言は確実なわけではないのです。ですが、この原始は他のものより鮮明でした。あなたと私がこの部屋にいて、エールと木が燃える匂いがしていたのです。そう、これは起こるべくして起こったことなのです。未来が見えるのか。それほど単純なものではありません。私が見るのは未来の兆し、渦巻く行動と重なり合った結果です。ただ時折特別な瞬間が稲妻のように訪れるのです。ちょうど今のように。何か暗い存在がアズラ様の預言者を狙っています。アズラの預言者。はい、黄昏の女王のしもべです。我々はアズラ様の信奉者のため、未来の原始を紐解きます。ですが、何者かが我々を次々に誘拐しているのです。誘拐。このクリスタルをパリア大修道院にお持ちください。あとはバラの母が教えてくださいます。分かった、アズラを探そう。パリア大修道院に急いでください。パリア大修道院に行かせんね。私の友人の預言者が鎖につながれて苦しめられています。その監獄は時空間を超えたところにあって、デイドラと息苦しい蒸気に満ちています。そのことを考えただけでもめまいがしてきました。なるほど。未来の兆しとは。未来の兆しはどの程度のヒントで見れるの。常にです。常に。この夕食を楽しいものにするため少しお話ししましょうか。そんな時間あんの。そうですね、私はスープについて話していると、突然スプーンをいじり出して、取り留めもなく食材と血でできた木について話したりします。
夕食の相手の反応は？言わずともわかるでしょう。まあね。一応言っておくとひどいものです。予想はつくでしょうが、相手の紳士がもう一度誘ってくれることはほとんどありません。なるほど。力はどうやって手に入れたんだ？アズラに与えられたのか？それはわかりません。8歳の時、両親は私がおかしくなったと思い、ウェイレストの道へ捨てました。ひどいね。慈悲深いことに、パリア大修道院の修道院長が私の才を見出し、黄昏の女王のもとに導いてくれました。なるほどね。私は悟りを開いたのです。アズラ様には感謝しています。他の預言者が誘拐されたと言っていたか？ええ、二人、名はカンジンとムズシャ。どちらも強力な預言者でした。カンジンは一週間前に姿を消しました、うん、シュガーケインを買っている間に。他の者は悩んでいる様子など全くなかったと言っています、うん、ただいつものように畑に向かい、そして戻らなかったのです。そしてムズシャは？アルゴニアンのムズシャが姿を消したのは2日前、うん、彼はブラックマッシュでアズラ様の祠を管理していました。なるほど。とても簡素で人の少ない静かな祠です。別に同じところにみんないるわけじゃない。彼は祠近くの聖なるろうそくを灯しに向かい、そのまま帰りませんでした。なるほど。誘拐されたのは確かなのか？確信しています、うん、正直に言うとまだ叫び声が聞こえるのです。この誘拐はデイドラの匂いがします。なるほど。ちょっと待って、ね、敵対するデイドラ公は常に我が主に対して陰謀を企んでいます、うん、その中の一人が預言者をさらって主の目を潰そうとしたのでしょう。なるほど。あるいは複数かもしれません。ちょっと今生放送の調子がおかしい。大丈夫かな。うん。アズラが話すだろうとどうしてわかる？あなたが運命に選ばれた方だからです。なるほど。あるいは運命に近い方。この2つは正確には違うのですが、うん、今ここで定義について議論するのは時間の無駄ですね。なるほどね。夜明けと黄昏の女王には、うん、あなたの助けが必要なのです。アズラ様の望みは明確です、うん、あなたと話してくださるでしょう。わかった。大丈夫だな。やってはいる、うん、よし。じゃあそのまずパリア大修道に行くんだね。なるほど。アズラと話す。もうアズラと話させられんだね。アズラと話してくださいよと言われたんだね、きっとね、うん、黄昏の母みたいなこと言ってたのかな、もしかして。それでなのかもしれない。あ、猫いる。何だったんだろうな。こんなこと俺初めて起きたわ。ちょっとなんか重くなってカクカクになるとかならわかるんだけど、急に読み込みね、動画の読み込みみたいなぐるぐるぐるみたいなマーク、画面上にでストップして、で開けたらパリア大修道院の前まで全部動画抜けてるみたいな感じになってた。これがパリア大修道院で祀られてるアズラの像。あ、クリスタルまだハマってないんだ。やっぱあれだね、ダガーフォール編やんないとここにクリスタルハマんない。なんかあんだよね、確かね。話しますか。アズラ様。上妙なものよ、喜びなさい。あなたは美と恐怖、発光と長い影の前に立っています。我が名はアズラ、夜明けと黄昏の女王。あなたに頼みたいことがあります。レアからデイドラがあなたの預言者を誘拐していると聞いた。彼女は真実を語りました。オブリビオンの広間はささやきと凶暴と陰謀に満ちています。デイドラ公の誰かが私の目を潰そうとしたのでしょう。なるほど。彼らは私がしもべをどれほど大事にしているか知りつつ、それを奪おうとしているんです。あ、安丸さんこんにちは。真っ暗？何も映ってない？何も映ってない？ちょっとごめんなさいね。なんだろう。
一応私の、あれ大丈夫だな、こっちは大丈夫。設定が暗いのかな、そういうことなのかな。大丈夫、見えてる。一応私の画面では放送はされてる。私の画面というか携帯で、今スマホの方でちょっと確認してみましたけど、大丈夫かな。真っ暗です。放送されてるよ。でも今スマホで今確認したけど、ちょっともう一回読み込み直してみるか。いや大丈夫だな、放送されておりますわ。今アズラ様が映ってるはずですよ。あ、治った、よかった。こういうのでも大事だからありがたいですよ。私が映っててみんなが映ってなかったら意味ないからね、結局。ありがとう。よし、じゃあアズラ様の、話をもう一回聞きましょうか。自分では救出できないのか。すごいこと言うな。できません。我が手は操作シルと交わした古き協定によって縛られています。そうだね、あなたに私の怒りを伝えてもらわねばなりません。預言者の気配は虚無を漂っています。オブリビオンの小次元ニルンからしか迎えぬ隠された次元に監禁されているのでしょう。何としても彼らを救出してください。オブリビオンの小次元はどうすれば開く。我が敵のしもべは虚無の鍵を用いているのでしょう。いや、そんなに集めんの。オブリビオンのベールに小さな穴を開けられる強力な護符ですが、発動にはデイドラのエキスを必要とします。どこかでデイドラを倒しエキスを奪うのです。満たされた虚無の鍵が小次元を開いてくれるでしょう。なるほどね。どうやってデイドラのエキスを集めればいいんだ。デイドラを殺すことはできません。ただ消え去るのみ。とどめを刺すとそのエキスはオブリビオンへと帰るのです。なるほど。レアが渡したクリスタルは監獄のようなもの。デイドラを倒すとクリスタルが発動し逃れる前にエキスを捕らえます。なるほどね。それを使って倒せばいいんだと。この操作シェルトの協定についてもっと詳しく教えてほしい。遠い昔、我がソヤナ同輩モラグバルがギルバデールの町に現れ破壊の限りを尽くしたことがありました。このためダークエルフの魔術師ソーサシルが最も強力なデイドラッコを八柱を集めコールドハーバーで会合を開いたのです。会議の目的は。トリビュナルは秘密の取引により上妙の者の事柄に直接干渉しないよう我らを説得しました。自らを神だとうぬぼれる者の要求としては実に面白いものでしたね。今では我々は自らの意思を実現するため媒体を使います。正直に言うと私はこのやり方が気に入っています。なるほど。他のデイドラコは八柱以外にもいなかったか。他にもいますがコールドハーバーの協定に縛られるデイドラコは海のデイドラに比べ圧倒的な力を持ちます。我が美しさ、モラグバルの恐怖、デイモンの破壊の技を凌駕する者はいません。なるほど。もちろん明らかな弱点があると隠された力は見えがたくなりますが、もしそれだけ強力ならどうやってソーサシルは協定を結ぶよう説得したんだ。その話は口にしない方がいいでしょう。直接ソーサシルに尋ねなさい。
あなたが見つけられればですね。なるほど。どうやって預言者を探せばいい？レイドラを借り、エキスを集めれば、我がしもべ、レアが原始を見るでしょう。なるほど。原始？ええ。彼女の友人が苦しむ原始を。そうした原始は、他の預言者がどこに隠されているかについての手がかりになります。なるほど。もちろん苦痛はありますが、彼女には希少で恐ろしいほどの才があります。真の洞察とは犠牲を要するものです。まずはとりあえずデイドラをやらなきゃなんないのか。デイドラね、どこかでどこかのデイドラを倒してエキス集め、どこかのどこでもいいって言われるの一番大変なんだけどな。何かないですかね。もう思い切ってコールドハーバー行くとかコールドハーバーに飛べはしないよね。あ、飛べるんだ飛べましたもうここにしまうのが一番手っ取り早いわよし、コールドハーバーでも意外とネッチとかもいるしなどうして君はここに来たんだろう。まあ、あれか、人間と同じか。来たくて来たわけじゃないの。よし、さすがにまだ何もしてないから、もう適当に出ちゃおう。どっかのダンジョンかなんかに行った方がよかったかな、もしかしたら。まあでもその下確かいっぱいいたよね。どうしよう。すまん、話を聞いてる人は。すまんな、それどころじゃないんだ。魚いるんだね、一応ここにまあろくな魚じゃないんだろうな、きっと。やられちゃってるな。ここから飛び込んだのか。まず食事食べます。いた、オグリムとかいた。みんなやられてる気がするけど。あ、普通にやればいいんだ。なんか何か使ってからみたいなことは別に考えなくていいんだね。これはありがたい。これでも20大変だな。まとまっていてくれたら。あと2つ意外と大変。このこいつらで終わるな。よし、よし、よし、これでいいな。レアと話す。どこに行けばいいの。まあウェイレストだろうね。パリア大修道院飛んじゃおう。あ、いいね、日が出てきた。アズラ様の勇者が戻られたのですね。あなたの原始を見ました。あなたは骨の束に立ち、数多のデイドラを倒していました。なんとも。
壮絶な光景でしたね。壮絶だった、確かに。何かすごい音がしていました。正直に言うと他の光景と比べいい気晴らしになりました。行方不明の預言者の居場所は分かったか？やっと見つかりました。叫びの海を見つめ、ああ、了解、安村さん、怖がらせる必要はありませんでしたね。恐るべきものをたくさん見たとだけ言っておきましょう。 Wi-Fi のないところで見せたのか。でも、他の預言者の居場所は分かりました。それなのにありがとう、いつも。どこから探すべきだろうか。私の最初の原始は、待って、どうした、レア。どうした、おい、あれ。リアの手紙。あなたがこれを読んでいるなら私は連れ去られているでしょう。幸運にも私は厄災を予知しました。自らがニルンから連れ去られる姿を見るのは辛い体験でしたが、洞察を与えてくれます。黄昏の女神がよくおっしゃられるように、洞察には犠牲が必要なのです。あ、言ってたんですよ。念のため原始の詳細をすべて書き留めておきます。このメモがあなたを他の預言者のもとへ導くよう祈ります。そして私のもとに。最初の原始では広い石の広間が見えました。エルフの手によって整備され、あ、これアイレードだな。青い石によって、あ、アイレードです、完全に。嵐の獣が広間をうろつき、3人の魔女もいます。魔女は目を見開いて笑っています。調査によればおそらくバンコライのラブルビュート遺跡でしょう。2番目の原始では冷たい空気と鎖が鳴る音を感じました。資料術師と忌まわしき存在がうろつく監獄です。不敬な静寂に満ち、何かを発掘しています。おそらくリフトのファルダーズトゥースでしょう。なるほど。最後に溶岩と灰の海に浮かぶデイドラの神殿が見えました。私はこの監獄に送られるのではないかと恐れています。大修道院の書籍によればメファーラノスという場所だそうです。ストーンフォールズを探してください。暗い場所を探り、隠された虚無の鍵を手に入れて、集めたデイドラのエキスを使って私たちをオブリビオンから解放してください。私たちはあなたを頼りにしています。実際のところタムリエルの全てがあなたを頼りにしています。黄昏のご加護があらんことを。レア、なるほど、こっからか。なるほどね。とりあえず、分かってるとこかどんどん行こうか。分かってるとこだね、全部ね。助けて、山賊が畑を焼いている。ごめん、助けてくれ。ごめんなさい。あんな風に言われたら手伝いたくなっちゃう。どこっつったっけ。ここじゃない、ここでもない。ディフェンスファイアっつってたよね。ディフェンスファイアだ、違うわ、バンコライだ。全然違うとこだった。そうだ、ここだね。遠いなー、バンコライ遠いなー。遠いし、まあたどり着くのはエヴァモアだからね。まあ行くか、行くしかねえしなー。なんかないんか、ツインアーチに家持ってる人いないかな。まあいいや、行こう。もうだうだ言わずに行こう。バンコライに行くんだから、センチネルもまだ開いてないし、もういいか。ウェイレストから頑張って。ウェイレスト開けてねえんだ。もうめんどくさくなっちゃった、いろいろ。あ、いや、これあれだ、あのね、グレナンブラのダガーホールから行ったり、あと多分ダガーフォールからだったら、あのセンチネルとかあの辺り経由せずとも一気に行けるわ、バンコライに。よっ、行きましょう。
もっと休みが取れたらいいのにな。これはね、カゴーティーってやつです。似てますけどね、グアル。ちょっと違う。グアルはね、あんまりあの鈍毛じゃないです。ただカゴーティーはもう動くものがいたらもう襲いかかる。とにかくそれからどう思う、見た目でわかるよね、だいぶね。ただもうグアルちゃんの方が全然可愛らしい。準備はいい？バンコラに行ってほしい。この地域は最も有名な特徴であるバンコライ峠から名前を取っており、これは何世代もの間ハンマーフェルの乱暴な襲撃者に対する配慮の守りの役割を果たしてきた。峠の北の高地と、読めませんでした。エバーモアだね、ここね。じゃあ行くか。普通に川を下っていく途中だからあれだな。まさにアンティーブ軍曹が探している人材だ。違う、グレンモリールの魔女たちと遭遇するかもしれない。入り組んでんだよね、僕はもう全然わかんない、ね、手口が。あそこ出れたかな。これ出れるとこ、出口じゃねえ。あそこだ。よし、やっと出れた。こっちから行けたかな。まあ行ってみましょうか。めんどくせえ、敵が多い。行くか、もう突破していく。あ、よしよし、捕まった。向こうに行きたいんだよ。よっ、分かれて。分かれる前にやられたな、残念。あれ違うな、こっから南行けないでしょ。向こうに渡ったらどうか。どうだ、いける、これ。思っていた以上の大冒険になりそうだな。ちょろっとやって、じゃあもうバーデンフェリックスみたいな感じになるのかと思ってた。いや、これは中に入り込むとかあるかな。何かいらっしゃる。デニー。魚なんか好きじゃなかった。これは全部兄弟のアイデアよ。うまくいったとは思う。でも本当に苦痛よ。魚には我慢ならないわ。今は逃げ出して魔法使いの仲間入りでもしたいくらいよ。かわいい。この生活が嫌なんだね、きっと。ん？どこ？どうした？読み込み入ったけど、なんだ？
ょっと待って。あ、そうですか。そっからストームヘブン行っちゃうんだ。へえ、今までの苦労は何だったんだろうか。もう一度バンコラ入り。よし、こっから行っちゃえばいいよね。でもね、ここからどっからだったかな、ここからだったかな、こっち側に抜けていかなきゃなんだよ。で、グレンモリルの魔女たちの間を通らせていただいてって感じだったかな。霊園を通っていくのか。なるほど。ペリン墓地。こんな状態じゃ仕事なんて無理だ。やめちまえじゃ。スケルトンいっぱいいる。それは仕事にならんね、こんなんじゃね。確かにそうだ。俺が悪かった。このまま南。ごめんな。抜けられるとかあるかい？そこ通り抜けられない。ハグがいる。ウィスパーマザー、あーやめて、なんか臭いのつけてこないで。ダンジョンあるの？こっちだったな、そうだ。ほら、ウィルスたち。中に入るための方法を見つけないと。ウィルスリンネ。ウィルスたちは可愛いで有名ですよ。そんなことやってる場合じゃない。行くんだ。手が多いやん。けどそんなの取ってる場合じゃない。で、この滝を降りる。結構な高さ。あ、ちょっと待とう。ラミアもいるし。あ、こっちで回復したらよかった。スカイシャドウ取れるよ。痛い。よし、取れてなかったかな。取れてないな。うん、とまあこっからね、まあ、南がワールドボス、ハンマーヘルなわけですよ。よし、ワニいるし、ワニいるし、水深いし。ニラ大石で、どこだっけ、こっか。このままだな。確かにアイレードの遺跡だね。あー、雲がいっぱいいるわ。なんか飛ばしてくるやついるからな、雲の中には。あそこじゃん。あれだな、
ラブルビュート、アイレイドの遺跡の中で最も最大規模の一つであるハンマーフェルのニラダの一部となる地下施設。かつて野生のエルフが少なくとも1000年は住み着いていた。そのウェルキンド石はこの先の1000年も輝きを失わないだろう。なるほどね。ここに、あ、なぜこんなバカなことをしてしまったんだ。なぜそれをその剣幕で私に言ったんだ。で、ここか。肝心を救出する。いや、一周しなきゃなんないよこれ。本当嵐の精霊いるね。確かに。もしかしたらなんかあれじゃないの、なんか衣装かなんかあったら見つからずいけるみたいなタイプなんじゃないのこれ。見つかったのか。なんか手に入ってない、手に入ってないな。おお。3人の魔女、え、なんだ、デドラの宝箱。あ、鍵を手に入れなきゃなんないんだ、その前に。なるほど。それでここもうアイレードの遺跡じゃない感じになってきた。普通の洞窟。おお、なんだ。あ、裂け目だ。あれだ。あそこから入れる。これでしょ。オブリビアの小事件。アズラ様の気品にかけて、この者は自由だ。ありがとう。歩きてよ。この者は虚無を除き、恐ろしい原始を見た。偉大なる獣で、一つの首に頭が三つついていた。肝心はもう少し調べなければならない。ケルベルス。パリア大修道院でこの者を見つけてくれ。急ぐんだ。わかった。肝心はこれで OK だな。ムズシャー。ムズシャーはどこつってたっけ？覚えてない。ムズシャー、ムズシャー。オプション。クエスト。
回待てよ。一回。なんか、そうだね。これじゃないか。リフトか。リフトって言ったか。これだ。リフテンに飛べない、飛べないけども、我がラリちゃんの邸宅オータムゲートがあるんで行っちゃおう。レアはどこって言ってたんだ。デイドラの遺跡みたいなこと言ってた。それがレアか。今から行くとこがレアか。あれまた止まってますな。術師ここだ。ファルダーズ・トゥースと呼ばれるこの砦は1世紀以上前にヤシュナグの王国から来たオークたちに襲撃され廃墟となった。リフテンの首長たちには必要性も資金もないため、砦の再建は未だに実現していない。まずはここだと。まずはボスから鍵を取らなきゃならないんだね、確かね。なんであんな早く移動してんだ。プレイヤーさんが行ったのかな、もしかして。プレイヤーさんが多分走り抜けてったんだろう。で、戻っていくと楽しい。なので、全然関与されません。あ、だから。デイドラいないかも。いた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 。
あれか。で、裂け目を探そう。いや、入り口。反対側から行ったら早いとかない？反対側行くか。反対側、反対側で敵いるからな。よし、逃げよう。じゃない。帰れ。関係ない奴らは帰れ。帰ったな。よし。あ、スタミナがない。回り込まないでください。どこ行く。よし、これだね。やっと自由になれた。アルゴニアか。もうダメかと思ったぜ。俺は恐怖を見た。起きている時も寝ている時もだ。金貨の色をしてた。ニルンが冷たい絹で飾られてたしな。こりゃ一体どういう意味だ。ハリア大修道院で会おうぜ。詳しく調べねえとな。なんか喋り方かっこいいね。アルゴニアなかなかああいうキャラいないね。これだ。デイドラコメファーラを祀った古代のチャイマーの祠は共通語でメファーラの巣と呼ばれていた。いくつかは素晴らしい状態で保存されている。また侵入してくる学者を好んで捕食するような危険な生物が生息しているものもある。なるほど。まあ大体クンモですね。なるほど。一番奥まで行く。スパイダーでいたらかかりたくない。し、スタミナがない。
死体が。なるほど。で、裂け目。そうだな。そんなすぐのところにはないわ。よし、行くぞ。ゴブリンは共同生活してんだね。クモにそのあたりの、まあ飼い慣らしてんだろうな、きっと。うまくいいね。スキルポイントがたくさん、たくさんってわけでもないか。ボイシアの照明あった、ここに。そしてレアを救出。助け出した。メモを見つけたのですね。そうですよ。バラの母に感謝を。もちろんあなたにも。囚われていた時、敵の姿を垣間見ました。彼らは深い沼の遺跡をうろついていて、遺跡の上にはトカゲの顔がありました。さらに疑問が増えてしまい、助け出したら主の導きを求めましょう。パリア大修道院に戻ってください。わかった。飛んでしまう。パリア大修道院へ戻る。こちらない。ここだな。よし、みんな来てるのか。あ、いる。羊は群れへと戻りました。上妙の者よ、あなたは我が恩寵を得ましたが、仕事は終わっていません。我が子に手をかけた愚か者に罰を与えねばなりません。居場所はレアの原始で分かっているでしょう。レアは沼地の遺跡を見た。トカゲの頭の下にある。シャドウフェンにそういった場所が存在します。ヘイハライと呼ばれるキャンプの西で、石から切り出された大蛇の頭を探すのです。敵がその下の洞窟を這い回っています。そこへ向かい、獣どもを倒してください。私の預言者もすぐに合流します。操作シェルトの協定についてもっと詳しく教えてほしい。遠い昔、我がソヤナ同輩モラグバルが、あ、これ聞いたな。イルバデールの町に現れ、聞いたね。で、操作シェルに直接聞けって言われたやつだね。霊血の洞窟に行く。船は定員に達し、さあ行こう。された殺し屋が近所にいるのに侵略。このままだね。二つ目の分かれ道を左に曲がる。ここだ。
これだ、ね、間違いない。これ上は祠だ、下だ洞窟だ。トミー・ボーンズの日誌を読む。これは読んだ方がいいのか。パンにはさらにミミズが湧いた。ここで乾いていられるものはない。この泥ではズボンを濡らさずに座ることもできない。呪われた場所め、仲間はアリクルに連れて行こう。沼で溺れ死ぬより砂漠で乾き死にした方がいい。前言撤回だ。ここには宝がある。きしむ宝箱や汚れたネックレスじゃない、本物の宝だ。彼女はディゼラという。ウォーキーにかけて彼女のくびれときたらねじれた夢から生まれたかのようだ。なるほど我々は取引をした。部下を送ってアズラの信者を探させると、彼女は贈り物をくれるらしい。一人につき一つだ。やっと運が向いてきたようだ。終わった。仲間がアズラの信者を見つけた。とても簡単だった。ディゼラは約束を守り、いくつか小物をくれた。こんなものは見たことがない。夜の頭巾は透明にしてくれる。回るブローチは女性を夢中にさせる。欲しいな、それ。膨らんだ財布には金を生み出し続け、その金に金を尽きることがない。見よ、タムリエル。トミー・ボーンズのような山賊はいない。俺は世界を手に入れる。決して話はしない。俺は何をした、何をしてしまったんだ。嘘だ、全部嘘だ。このも小物は毒だった。これを読んだ奴がいたら触るなよ。決して。筆跡は判読できない殴り書きへと変わっている。なるほど。見つけました。私が原始した場所に相違ありません。レアちゃん、どうやってここを。日記を見たのですか。うん、あなたの原始を頼りにここに来たんだよ。あとはアズラさんが。ああ、わかりました。未来を紐解くためには過去を知らねばならない。なるほど、そういうことですね。このトミー・ボーンズはティゼラというデイドラに騙されたようですね、うん、彼女は見たことがあります。私の原始の影をうろついていました。少し焦点から外れたところ、彼女は贈り物に呪いをかけたのでしょう。呪われた宝はあらゆる盗賊を殺します。次はどうすればいい。この惨めな陰謀家たちを率いているのはディゼラですね。誘拐、虚無の鍵、死んだ山賊、全て彼女の計画でしょう。正体は分かりました。見つけるのは時間の問題です。この贈り物をもう一度揃えれば彼女を誘い出せるでしょう。なぜ。タムリエルは長らくこうした呪いの被害を受けていません。ニルンがデイドラの呪いを拒絶するため非常に不安定になるのです。なるほど。このアイテムを3つ全て同じ場所に揃えれば、クモの巣にかかったガのようにベールを揺さぶるでしょう。運が良ければディゼラが調べに来るはずです。分かった。呪われたアイテムを3つ集める。その間どうする。私はカンジン、ムズシャーと共にここで儀式の準備をします。力を合わせて原始を見るのです。ディゼラを誘い出せれば何が、あるいは誰が背後にいるのかが分かるでしょう。なるほど。でここに入る。クラビカスバイル。なるほどね、この中に3つあるんだと。スカーフィン、はいはいはい。やっぱクラビカスバイルはなんかかかってる。動かなかった。
まずこっち。まだいる。なんだ。よし。もう少しだ。あ、レイドラたちの戦いの練習とかすんだよな。レベルが上がった。こんな時にレベル40装備を更新したい。レベル40、リサイクル窓にしよう。こっちだ。ここにあるはず。あれ、これ一回行ったら戻れねえな。置き去りにした時のやつの顔をお前にも見せたかったよ。よし、よし、OK。南に抜けたら、ん？ここじゃなかった？あ、ここじゃない。全然違う。ここだ。見つかってないね。見つかってない。見つかってません。よし。よし。いいだ。あ、アイテムがいっぱい。いっちゃおう。もうこの辺りもどんどん撃っちゃうぞ。アクセサリーはね、後でちょっとあの別キャラで崩したいっていうのがあるので残しとく。もう色付きも全部どんどん打っちゃう。はい、これでいい。どこだ？あ、あったあった、これだ。よし、これで3つ揃ったね。
これをディゼラーを倒す。あ、さっきのところに行くのか。今度はこれか。私のために贈り物を集めたのね。愛しい人、こっちへいらっしゃい。あなたにご褒美をあげる。二人きりでね。エロい。ここがオブリビオンだな。あれか、あれかゲートだろ。あ、来た。あれか、ヘルネゴレブ。なんだお前は。これか贈り物。もっとよ、もっとちょうだい。エロい。でも出てくるのは気持ち悪い。なんなんこいつ。よし。ああ、素敵な人。あなたの悲鳴が聞きたくてうずいちゃう。ごめんな、なじめ。これがディゼラだ。これがディゼラだ。何その技。その技かっけー。カラスだ。ディゼラはいいわ。愚かなる上妙の者、これから何が起こるか分かっていないのね。見た目どうなの。綺麗な人です。綺麗な人でした。デートラーらしくないデートラーだね。よし、終わりだ。ゲート閉じちゃったか。 OK かな。これで、レアの元に戻る。あそこだ。そりゃ山賊ぐらいだったら騙されちまうな。覚悟の霧を見なさい。黄昏を深く覗き込み見通すのです。何をするんだい。あ、炎が青くなった。島が見える。憤怒と灰の山。偉大なる心臓が血のように火を吐き出す。秘密に覆われた力の根源。石油と青銅の都市、巨栄の祠、機械仕掛けと蒸気によりゆ、そしてデイドラ公の集まり、覆い隠されし三つの顔、ニルンの全てが血に飲まれる。やめて、やめて。おお、アズラ様。勇者よ、喜びなさい。あなたは今、黄昏と夜明けの女神アズラと話しているのです。レアはどうした。彼女の体を性別し、精神の器としました。大丈夫、彼女はすぐに元に戻ります。今あなたが心配すべきは原始です。我が預言者は大虐殺を見ました。
浄妙のものの世界がこれまで体験したことのないようなデイドラの嵐が来ます。どうすればいいんですか。私たちは待ち、耳を傾けます。今は耐えてください。それが浄妙のものにとって難しいことは分かっています。あなたたちの命は儚く、美しく、荒々しい。イゼラは死に、私の預言者は解放された。今はこれで十分でしょう。レアの原始やデイドラの嵐についてはもう話してくれないのか。レアはこれから来ることの一部を見たに過ぎません。今この時もソーサシルの協定に縛られないデイドラ公はニルンに対して行動を起こしている。私はムーンシャドウに戻って備えましょう。私たちは遠く離れた地ですぐに再会することになるでしょう。おそらくあなたが思っているより早く。その時まで黄昏を歩きなさい。今のは何？ハズラだよ、レア。本当に黄昏の女神が私に憑依を？なんという栄誉でしょう。なんと、ああ、私は今あまりの栄誉に深く混乱しています。アズラはソーサシルとの協定についてまた話していた。何か知らないか。ほとんど知りません。夜明けと黄昏の女王はそれについてあまり話されないのです。トリビュナルの一人ソーサシルが八柱のデイドラ公を召喚しコールドハーバーに集めたことは知っています。彼らは何ヶ月もの間討議しましたが、最終的にソーサシルの要求を認めました。彼の要求とは？デイドラ公が浄妙のものの世界に直接干渉することを禁止したのです。協定に縛られたデイドラ公はニルンに自身の肉体で干渉することはできません。なるほど。ただし媒体を通して何かを成すことはできます。つまり代行者ですね。あなたや私のような。では私はデイドラの代理人になったのか。今はですが、ご注意を。黄昏の女神は深い愛を称えていますが、それはとても深く、そして激しい愛です。ご自身の命を大切に思うのなら、そのことを決してお忘れなきよう。なるほど。この背後にいるのは本当は誰だと思う？ディゼラではありませんね、うん、それは確信しています。確かに彼女は恐ろしい敵ではありますが、このような大それた計画を立てられるでしょうか。デイドラ公に直接攻撃するなど、下級デイドラが単独でできることではありません。つまりあの像のデイドラ公ってことだろう。アズラは別のデイドラ公が背後にいることを確信していたようだ。アズラ様がそうお考えなら、それは正しいのでしょう。正直に言うと、この影には複数のデイドラ公がいると私は思います。デイドラ公を攻撃できるのはデイドラ公だけ。この計画がそれほどのものなら、再び次元融合やそれ以上のことが起こるかもしれません。バラの母のご加護がありますように、うん、これからどうする？原始の最後の部分ではデイドラ公が集まっていました。何か深く恐ろしいものがうごめいていたように思います。おーおー、このタイミングで。私は増殖庫へ向かいます。いくつもの増殖庫を渡り歩くことになるかもしれません。その間あなたも忙しくなるでしょうね。どうしてそう思うんだ？あなたの魂はどういうわけか原始に入っていました。島、火と灰、機械仕掛けと蒸気。あなたはその中で木のように植えられていたのです。その全てにおいて。なるほどね。その時には会えるか。どこかはわからないけど。それは何とも。未来は刻一刻と見えにくくなっていくのです。それはいいことかもしれませんし、とても悪いことかもしれません。いずれにせよ、時が経てばわかるでしょう。ただ一つ確かなことは、あなたの運命がアズラ様と結びついていることです。つまり彼女とまた会うってことか。ええ、間違いなく。そしてそれは
あなたが思うより早い。覚えておいてください。愛と嫉妬は金貨の表と裏、夜明けと黄昏のようにそれを隔てているのはわずかな差なのです。なるほど。アズラの愛を裏切らないようにと。よし、じゃあね、ちょっと生放送の方うまくいきませんでしたけど、ちょっとなんか原因がわからないです。こちらで多分どうにもできないやつだと思うんでうん、なのでね、多分動画で編集して、まあ録画も同時にしてあるんで、そちらの方でね、まあ、皆さんにお届けすることにするとして、ちょっと、まあ、今回動画でしたけど、まあできればね、生放送でこう皆さんとやり取りしながらやっていきたいというのがあるんでね、まあ、今後も生放送を続けていこうとは思っておりますので、よろしければね、そちらの方でも、お付き合いをお願いいたします。というわけで、じゃあ今日はここまでにしてね、導入だから、いよいよね、このモロウィンドの、始まりのね、のろしが上がったと、いうことなんで、次回、バーデンフェルトからね、始めるとしましょうか。じゃあ今日はここまで、お疲れ様でした。ごきげんようさら。お疲れ様です。Sky of red, of tainted stars. Evil stirs, and in its wake, the souls of mortals sway. And so.He
soul.